NF ボードは2003年12月12日に設立されたサッカーの国際団体の一つ。その略称から非公式的に FIFA フフ非加盟協会会議と呼ばれる通り、国際サッカー連盟に加盟していないサッカー協会によって結成された団体である。FIFA フフに加盟できない国が多く含まれる点でもユニークである。団体の創設者で、 現在事務局長を務めるのは弁護士のリュック・ミッソン。ジャン・マルク・ボスマンの代理人としてボスマン判決を引き出しヨーロッパのサッカー選手により大きな自由を認めさせた人物である。フィファは原則的に国際社会によって主権国家と認められた国家のサッカー協会にのみ参加を許可している。したがって現時点で独立を望む勢力が存在する地域に関しては 当然ながら国際的に承認を得た国家として独立を達成するまではその協会が FIFA に参加する権利を持たない。そのため国際的影響力のある FIFA が各地の独立運動に対して政府派を支持する格好になっており独立派に属する人々にとって不愉快に受け止められていた。こうした現状に対し現時点で独立を達成していない国の サッカー協会を対象とした国際統括団体として NF ボードが設立された。この会議は各国の独立運動におけるサッカー活動の相互協力を謳い、最終的には加盟協会が FIFA に正式参加することを目標としている。NF ボードはサッカー競技をプレーする権利を掲げ、加盟協会の試合を組織する。加盟協会を集めた ビ i a ワールドカップが2006年以降開かれている。NF ボードは2007年7月に最初の協会連盟を公認した。2007年5月25日設立のコンセホ、サダメリクアーノ・デヌエバス・フェダーチオネイスで南アメリカの FIFA フフ非加盟協会を代表する。EU 域内の FIFA フフ非加盟協会を代表する、ザコンフェデレーションオブヨーロピアンニューフェダーシャンズも、 NF ボードとの交渉を行っていたが、2009年に解散した。2009年には、ノース、アメリカアークティックニューフェダーシャンズ、亡命政権、自治領、自治州、領土を持たない民族など、様々である。フィファに加盟できない国の協会が多いとはいえ、NF ボード加盟協会の中には、国連加盟国であるキリバスのサッカー協会も含まれる。 ザンジバルとキリバスのサッカー協会は、フィファ会員ではないものの、フィファ参加の大陸連盟には加盟している。2008年12月に開催された第5回総会で、クルディスタン、ワロニア、ゴゾ島、パダーニャ、プロバンス、アッシリアが、正会員として認められ、サルディニアが、暫定会員となった。ありがとうございます。